これ一回置いてみる。これ30秒以内だったら取り消しできるやつな。え、マジっすか。確か。いくで。はい。でかー。うわー、やべー。上見えない、上見えない、見えない、見えない、見えない。2回まで行ったら上見えない。1回1回撤退するよ。1回。はい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 、あ、違う、間違えた、ボタン間違えた。はい、早く解体する、解体するしかない。え、嘘、嘘、嘘、ちょっと、ちょっと、あ、30秒経ってもんだ。ちょっと、え、これどうすんの。やべ、30秒経ってもんだ。嘘でしょ。どうも皆さん、こんにちは、ケツです。ということで ARK やっていきましょう。前回水路を開拓して、ほんでこのネオユニバース1号イカダを作ったので、いよいよペコさんと海底資源をアサリに出港したいと思います。ということでやっていきましょう。あー、いいね。うわ、これはいい、すごい、ほう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 、すごいすごいすごい、すごいやろ。ここちゃんとね、開かしたんですよ。まっすぐですよ。ゆっくりね、ゆっくり。ありったけの夢をかき集めていくんや。俺たちの大航海時代が始まんねん。いや、でもさ、意外とこの水路さ、俺の中でロマン枠やったけど、そこそこ需要あるやろ、これ。いや、これ、めっちゃいいっすね。ね。めっちゃいいっす、これは。一気に大量に持ち運べんで、だって。はい。あー、ペリカンがかわいい。乗り上げないようにね、岸にあんまり。はい。おー、いいやん、いいやん。もうほとんどほぼ一生来ないつもりでやるから、はい、了解です。あー、オッケー。一回おやべやばい。一回タッチするだけで4000。いや、もう動かれへん俺。あ、これ一瞬で終わるな。めっちゃ楽やん。これで拾えるはず。オッケーオッケー。あ、なんかすげえすげえすげえ。うわあ、え、何、うわあ、酸素がある。何ここ。いや、これぴったりやな、ワニ。ワニぴったりじゃない、これ。これなんかピットインするみたいなの。ワニすげえ。よし、多分それでオッケーじゃない、ワニ。いや、ピットインシステムやばい。おい、やっぱイカダなんだよ。イカダ、イカダ、イカダはロマン枠と散々言われたけど、やっぱイカダなんだよな。めっちゃ使いますよ、これ、うん、さあ、帰ろうぜ。オッケーっす。あー、終わった。いいよ。お、一狩り行ってきた感がすごいんやけど。これもう大量の宝よ、これ。そうっすね。ね、今こそこれもう旗塗るべきじゃないですか。せやなー。いや、でも俺たちは何者にも染まらないから。、うん、俺たちは自由を謳歌するんやから。工業用施設ということは、ま、工場を作るそう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 。それは誰が作るんですか。俺ではない。はい、うん、これではない。となると、よーし、あー、そうか、詰め込んで。そうか、嬉しいやろ。鉄足りっかな。嘘、マジで。マジ。やめてね、サラチ作るだけで20時間とかもうやめてや。でもやっぱ工場を作るとなると、もう最低でもだって拠点よりは大きいの作んないと、なんか工場っていう感じじゃないんじゃないですか。ああ、それは思う。全部鉄で作りたいな。川辺も天井も。ああ、いいね。やっぱ頑丈じゃないとね。そうっすね。どこら辺に作る。工業施設作るときにやっぱり、はい、なるべく恐竜で出入りできるようなスペースが欲しいな。恐竜の持ち物をそのまま倉庫にぶち込めるような感じ。あー、じゃあさっきの、そう、イカダ方式的な
余韻が欲しい、はい、工業施設に。はあはあ、ちょっと待って、めっちゃ島内島内それはい、あ、まあまあまあ、いいよいいよいいよ。いや、この際利便性は、うん、そうだね、まずロマンのってこと。ここ結構空いとるやん、これ、いい感じに。まあそうっすね、ここ、ここいいっすよね。そう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 、ここら辺をうまーくこう拡大して、はい、なんか作りたいよね、鉄で。鉄ですね、うん、全部だったらもうそっち、松明じゃなくてで、なんか蛍光灯とかないっすかね。いやー、あるんちゃう、発電機あるやん。あ、本当だ、あ、ランプとかある、あ、照明とかある、あるやん、あ、照明あるよ、全方位ランプ。エレベーターも欲しいな、僕は。エレベーターなんてあるんすか。あるあるある。あとはもう、あ、エアコンつけよ。エアコン、エアコンあんで。89の工業用調理器具も欲しい。あ、工業炉いいっすね。そやろ、はい、工業炉ね、多分めっちゃでかい。工業炉だけちょっと俺多分作れるから、作ってみるこれ一回。あ、お、設置はせえへんで。はい、金属のインゴット2500っすよ、だって。せやで。それで多分俺が裏でやってきたのほとんど半分以上なくなるな。あ、でけえ。マジっすか。でかー。でかすぎる、これ、これやばい。てっぺんの景色が見えへんのよ。どういうこと、どういうこと。てっぺんの景色が見えへんのよ、これ。や、これやばい。あ、これ、あ、これ面積絶対足りひん。ちょっと一回渡すわ。うわ、でか、なにこれ、めちゃめちゃでかない。え、起きてー。いや、お、いや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 。え、でもこれ作業効率が20倍になるから、これ拠点のもう最低4倍ぐらいの 大きさ作んないと。で、あと、あの、安らぎの憩いのスペースみたいなのも欲しい。あー、そうっすね、うん。いや、なんか結構工業っていうか工場で働いてる人をないがしろにするやん、上層部いつも。せやん、なんか営業部とかは味噌汁とか休憩室置いてんのに、はい、あの、工場で働いてる人らはなんかお湯とかさ、そうっすね、コーヒーとかそんな程度やん。ないがしろにされる傾向あるから。トイレもちょっと今回完備させるから、セメント200個と金属鉱石180個使うんやけど。でもやっぱりトイレ、うん、まあそうっすよね。そう、いや、工場なんか和式みたいなところ結構多いやん、はい、昔のまま使っててみたいな。はい、でも今回洋式にするから。大幅リフォーム。まあ、ただスペースは全然足りひんな、この岩だけじゃ。全然足んないっす、マジ足んないっすね、うん。だとしたら、うん、今そこの、船着き場作ろうとしてるとこあるじゃないですか、うんうんうん、その真ん中に大きな岩あるじゃないですか、うん、そこの上に作ります、工業施設を。はい、あ、あの水上に、あ、そうやね、汚水垂れ流せるもんね。そのままイカダで運んできたやつをエレベーターで資材ごと上に上げてみたいな。あー、できそうじゃないですか。お、それやばいの。それ、それにしよう。それいいっすよね。それいいな。あ、で、なんかこう橋かけて直通でここをつなげたいな。あ、いいっすね。あ、それいいな。あ、じゃあこっち、プランテーション、農園作ろう。ここ農園しよう。ビニール、なんかあったよね、ビニールハウスみたいな作れる。はいはいはい、ここ農園にしよう。あります、あります。船着き場がなんか地下駐車場みたいな。あー、わかるわかるわかる。え、そうやね、はい、そのまま上にグイーンってエレベーターで上げんのやろ。そう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 。渋い。渋いわー、それはやばいね。次の動画1ヶ月後とかになりそうやね、これ。これマジで中に置けないんですか、この広くなって。あー、ギリ置ける。いや、マジか。これ一回置いてみる。これ30秒以内だったら取り消しできるやつな。え、マジっすか。確か、確かね。それ取り消しできなかったらどうします。いや、確か30秒以内やったら取り消しできるはず。ちょっと一回実験してみます。30秒以内やったら、オッケーオッケー、拾えるな。30秒以内、ちょ、30秒しか見れんからね。はい、行くで。はい、でかー。うわー、やべー。上見えない、上見えない。見えへん、見えへん。え、ど
こどこどこ、見たい見たい見たい、上見たい上見たい、あ、見えない、2階まで行ったら上見えない、1階1階撤退するよ、1階、はい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 、あ、違う違う違う、間違えた、ボタン間違えた、早く早く早く解体する、解体するしかない、え、嘘、え、ちょっと、ちょっと待って、あ、30秒経ってもうた、ちょっと、え、これどうすんの、やべ、30秒経ってもうた、え、嘘でしょ、30秒経ってもうた、何やってるんすか、え、嘘、解体しかできへんもん、え、30秒経っても30秒、ちょっと、いや、でもペコさんちょ逆に考えよう、はい、いや、こ、だってあの工業施設作るために、はい、あの大量の鉄入れやのためのこれやからだってもっといっぱい作りたいから作るのに、その施設を作るためにさらに資材がいるってやっぱ矛盾してるところあるやん、はい、だからこれよ、すげえポジティブもう一個、もう一個作ればいいんやろ、だってもう一個作ればたったの2500、5000個でしょ大丈夫だ、大丈夫だってだ、ポリマー4、ポリマーがもう1枚もないんだよねポリマー400いるけどポリマーが1枚もねえんだよな、もういや、もうせっかくだし起動してみる、おお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 すげえ、おおすげえすげえすげえぞ、これすげえ、これ見たことねえよ、これすげえ、工場だ、ここ工場だぞ、今工場や、工場工場になってる、すげえ、やめちゃう、あかん、ここ出られへん、これちょっと待って、これ俺一回入ったらこれ出られへんな、あ、しょうこれ、しょう、しょうがちょっと待って、それどうするんすか、これ どうにかならん、これ、俺のあの鉄のタンスあるあるじゃないですか、あー、はいはいはい、もう鉄のタンス壊して、その後ろのか壁壊して外に出れるようにして、でここかな、そこ壊して、あ、そっち壊したんすか、あまあ、オッケーっす、オッケーっす、オッケー、で、今度はここから、あ、ちょっと危ないよ、ちょっと危な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 、ちょっと金属鉱石一回入れてみひん、はい、どんなもんか入れる、やるで、49個っすね、うん、はい、精錬前の素材を投入することでそれを生成します、だからこれ生成してくれるはず、あ、そう、うわうわうわ、20個単位やん、20個単位、早っ、一気にじゃないですか、これ一気にいってもうた、ちょ、もうもっと入れたいめっちゃ楽やん、これかっこいいな、これはやばいな、かっこいい、ほら、作ってよかったやろここ置いてよかったやろ、これこっからでも、その工業施設建築するまでのルートもちょっと欲しいまであるよな、ここも邪魔な感じない、おいおいですね、おいおいやね、はい、おおいおいって言ってるのに、どんなもんかなと思ってだいぶ開き良くなった、ちょっと待って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 、どうにかするから、あはは、待ってって、ちょっとちょっと待って、怖いよ、怖いって、怖いって、はい、大丈夫大丈夫、あ、チキチキする、一枚ずつダメだって、誰が今俺これ立て直す時間ないって、まだ忙しいから、まだ動画編集の仕事忙しいからあ、でも これでほら、いけるやろこれで、これ大丈夫、はい、ということで次回から工業施設の作成をやっていきたいなと思います、ただまた投稿頻度がね落ちる可能性が大ですはははは、
うかね、これね ARK なんですよ。恐竜と恐竜を戦わせやるゲームなんですけども、ここ10時間ぐらいね恐竜同士で戦わせてないし、これから先10時間20時間ぐらいまた戦わせないです。しばらく恐竜同士っていうか恐竜すら映らんかもわからんでもそこの先にはロマンがあるから、ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。